さあ、あれから数日経ちまして、ついにマンソリーゴースト完成いたしました。なんですけれども、今回はちょっと僕一人でご紹介させていただきたいと思います。カメラマンが不在なのと、あと飯村店長が納車引き取りで、まあ元々名古屋ですからね。そしてボンドボディの方は相変わらず忙しく過ごさせていただいてますんで、ちょっと今回僕一人ですけどもご紹介させていただきたいと思います。仕上がった車はこちらです。やばい。ちょっとまずは一回外装ぐるっと見てみましょうか。こんな感じでいかつさがめちゃめちゃパワーアップしております。ちょっと車高は今昇降モードじゃなくて普通の走行モードになっちゃってるんで高くなってますけど、で詳しいこの車の仕様に関しては1月15日に開催されるオートサロンの方で、皆さんに実車を見ていただきたいっていうのもありますんで、今回はちょっと簡単に、まあ、飯村店長もいないですからね、僕の方でご紹介させていただきたいと思います。まずは前回り、このバンパー、ここがごっそりマンソリーのバンパーに変わっております。もともと純正ってこうなんて言うんだろう、こういうグリルのラインだったのがもう完全に分かれて別のラインで、しかもそこが大きくなってるんでかなりいかつさがパワーアップしてる。そしてこう下がつながらないでこう3分割のグリルになってるんで、まあ、その辺もかなりフロント周りの印象が変わる部分じゃないかなと。ちょっと離れて見てみましょうか。こんな感じで前がとにかくめちゃくちゃいかつい。ちょっと寄ってみるとよく見るとここがカーボンになってるんですね。でこの奥がメッシュの、そして下側はカーボンとこれがデイライトになってるみたいです。で奥側はプラスチックの、はい、ちょっと明るすぎて見えないかもしれないですけどこんな感じのグリルになっております。でここも全部グロスブラックで、はい、ペイントしてあります今回。でこういうパーツって、まあ、地味にちょっと大変な部分であるみたいです。っていうのもこの、まあ、要は足付けって言って、まあ、細かい傷をつけてから塗るんですけれども、要はこの網の中全部一回こう軽くサンディングして塗るという地獄のような作業があるみたいです。でなおかつこういう部品って大体樹脂なんで、まあ、要は、塗装の後温めちゃうと歪んじゃうという、なんでかなり気を使って塗らないと大変な部分みたいなんですけども、今回の車はしっかりこんな感じで塗ってあります。そしてあとこっちですね、こっちがマンソリーについてくるこのグリル、ゴーストのこのパルテノン神殿のモチーフにしたグリルとつながるような、はい、位置関係的に全く一緒かな、全く一緒ですね、はい、質感もほぼ一緒、はい、これ増えてたら減ったりするとおかしいですけど、ちゃんと全部もちろん揃っております。でここは、基本的にセンサー付き車なし車両方対応できるようにこんな感じで四角くり抜いてあると。でこっちがリップ、先代と違って、3分割どころじゃなかったですね、 5分割のパッと見3分割、真ん中とサイドで、サイドがこの立ち上がってる部分が、まあ、別パーツになるんですけども、こんな感じのバンパーになってると。いかつ。そして横は、はい、こんな感じでしっかり立ち上がってると。で立ち上がりのラインもここのラインとちょっとここのラインが別なんで、ちょっとかなり立体的な。出具合はどんぐらいですかね。あ、でも上から見るとほとんど出てないというこんな感じです。はい、これ上から見て出っ張っちゃってるとちょっと使い勝手悪くなっちゃったり、はい、派手すぎちゃいますけど、はい、こんな感じになっております。そしてもう一点見ていただきたいのは、今回カーボンパーツに関してはこのボディ下側の部分しか出してないんですけれども、もうとにかくこのカーボンの目の綺麗さ、あとはこの表面の鏡面具合、ボンドボディの方でもうクリアを何層も塗って磨いて塗って磨いてしてるんで、こんなに綺麗なカーボン目になっております。これがやっぱりあのカーボン目がもちろんよれちゃってたりだとか、あとはそのクリアの層がこう波打ってるのなんかよくありますけど、安価なものだと、そういうものだと
やっぱりちょっと見劣りしちゃうんで、まあしっかりその辺も仕上げてあると。まあリップぐらいであればいいんですけど、やっぱりボンネットとかだと、もう多分皆さんもいろんなところで見たことあると思うんですけど、こうクリアがこうふにゃふにゃふにゃってなっちゃってるのとか、安価なものだと結構あったりするんで、まあその辺が全く違う感じになっております。であとはフィッティングですよね。見てください、この一体化のようなこのフィッティング、もうぴったんこです。そしてこのこういうとことか、はい、であとは一番こうエアロパースとかでよく出るのはこの辺ですね。この純正との合わせ面で、今回これちょっと明るすぎて分かりづらいと思うんですけども、塗装の面もロールス同様全部、鏡面で仕上げてありますんで、色もバッチリ合ってますし、あとはもう磨き込みも、よく塗った車だとこの辺とか磨きが甘くてこうパツパツパツってこう塗装の肌が出てたりする車なんかも、たまに修復歴ありの車なんかに見かけますけども、きっちりその辺も全部磨いてあると。こんな感じの前回りになっております。そして横回ってみましょうか。横がこんな感じで、かなり車につくと存在感があるサイドスカートがこんな感じで付けられております。これはちょっと前以上に僕個人的には攻めてるなと思いました。この出具合、まあ、ボディがこう絞り込まれてるんで、上から見た時のはみ出しっていうのはほとんどないんですけど、なかった部分に対してどのぐらいですかね、10センチぐらいかな、はい、出てると。そしてこれが微妙な R がついて1回絞られて後ろへ、そしてこの長いでかいパーツも全部このカーボンが綺麗に揃ってこんな感じになっております。そしてここ本来であれば、マンソリーのエンブレムが入るみたいなんですけれども、ちょっと取り付けは最後なのかな、つけないのかな、ちょっとわかんないですけども、現状ついておりません。こんな感じです。そして後ろ行きましょうか。後ろはこんな感じです。後ろもいかつ、これ一見するとここのカーボンの部分だけ変わってるように見えるんですけども、実はこっち側も、はい、バンパー側も変わっております。まあ、純正のプレスラインそのままにこんな感じで、そしてこれがカーボンの目が出して取り付けられております。これだからちょっとサイドのラインとつながる感じかな、でこんな感じで、でマフラーもマンソリーロゴの入った、はい、こんな感じのカッターで、純正マフラーがその奥に、ただ長さが当然足りないんで、まあどんくらいですかね、10センチぐらいかな、延長してこんな感じになっております。そしてここの部分がちょっとこれダクトなのかな、はい、あそうですね、ちょうど開いてますね、ここと反対側と4箇所こんな穴が開く感じで、はい、できております。ちょっともう一回下がってみてみましょうか。こんな感じでございます。そして下回りの他に今回は、トランクのこちらのスポイラーも装着されてます。これ今回ボディ同色に塗ってるんで全くわかんないですけど、こちらもしっかりドライカーボンです。このフィッティングの良さですよね。わかりますでしょうか、ピーッと、もちろん物が歪むこともなく、この隙間が開いたり狭くなったりすることもなく、もう純正化のような仕上がりです。でカーボンをちょい出しするなんていうのもちょっと一回あったかなかったか、ただ今回は全部ボディ同色で、これだからこれだけつけてもかなり車の印象変わるんじゃないかなって。ゴーストとか、まあ、ロールス系結構こうトランクがこうスラントしてるというか下にこう下がってるイメージなんで、ちょっとここ上げてあげるだけで全体的な印象が変わるんじゃなかろうかと。そしてあとはこっちですね、こっちのスポイラーもこんな感じで、これもよく見るとこうちょっと跳ね上げた形状だ、本当にわずかに、で真ん中だけこんな感じで、はい、
で、この辺のフィッティングもご覧ください。いやー、もうバッチリですね、なっております。ちょっともう一回外装を一周見てみましょうか。リア版、リアからの見た目と、だからホイールが今回めちゃ映えましたよね。やっぱりノーマルでマンソリーのホイール履いてる状態よりかも、このやっぱりエアロとセットでだいぶ見た目が変わったかなと。サイドもこんな感じで、後ろから見てもいやいい感じです。そしてもう一回前を、これはやっぱり新型のゴーストまだいじってる方少ないんで、めちゃくちゃ目立ちますね。こんな感じです。で、ちょっとですね、今回内装も特にカスタマイズしたわけじゃないんですけど、ちょっとぜひへーって、多分ゴースト検討してる方、乗ってる方じゃなければ思っていただける部分を教えてもらったんで、ちょっとですね乗りたいと思います。よいしょ。もう全部クリーニング済みらしいんで、養生がすごいことになってますけども、ちょっと失礼しまして、よいしょ。新型になってからこれをなんとですね、こうグイッと引くといきますよ、えい、なんとドアが自動で閉まるという、はい、今養生がありすぎてちゃんと閉まんないんですけど、これ新型はだからゴーストでも、これ標準装備なのかな、ごめんなさい、わかんないですけど、自動になってるよ、なんて言って教えてもらいました。はい、いや、中もめっちゃかっこいいんですよね、これ。さあ、そしてですね、リアもなんかパワーアップしてるってことらしいです。ちょっと全然カスタマイズ全く関係ないんですけど、ちょっと失礼しまして。よいしょ。リアもこう今までってこう閉めるのはこうできるわけじゃないですか、はい、これ開けるのもなんと今回いきますよ、カチャッ、はい、ここまで一回開いてもう一回レバーを引くとウィーンっていう、これすごくないですか。全然買えないけど欲しいです。というわけで今回は完成したゴーストを僕が簡単にちょっと紹介させていただいたんですけれども、ちょっとカメラもブレブレでしたし、ちょっと紹介も甘かったと思いますので、ぜひオートサロンいらっしゃる方は現車を見てみていただけると嬉しいかなと思います。そして機会があれば、井村店長の解説付きでもっとちゃんとした動画でお伝えしたいと思います。そしてですね、これ今回この動画これでおしまいではございません。なんとですね、このゴースト東京店まで改装いたします。若干行きたくないという、はい、車がすごすぎて、はい、若干乗りたくないんですけれども、はい、今回ちょっと人員不足と、人員不足っていうか年末なんでみんな空いてないという、はい、まあ、年末もちょっと早く準備しなさいよって話なんですけど、まあ、なかなかボンドグループの場合オートサロンの準備だったりだとか、あとは年末までにっていうことがやっぱりイレギュラーでいろいろあったりするんで、まあ、人がいない、はい、というわけで僕が改装したいと思います。もちろんオーナー様、はじめ全部許可を得て、改装になりますので、まあ、あとは積載車にどうしても乗せられないんで、新型だと、まあ、ちょっと自走電になってしまいますけれども、乗りながらどんな感じなのかゴーストちょっとご紹介させていただきたいと思います。じゃあ改めまして行きましょうか。いやー緊張するぜ。おかげさまで車両紹介でいろいろ乗らせてもらってますけど、まだ新型ゴースト乗ってないんで、いろいろドキドキです。あんまりっていうかガラッと変えてきてはないんで、はい、まあ、乗り味の部分ちょっとチェックしたいかなっていう、ただの僕の好奇心でございます。で、あと今回、ちょっとなんで東京店に改装するかってことなんですけど、一応オートサロン出店車両ではあるんですけれども、お客様のもとへ一旦ご納車となります。で、まあ、イベント前にお預かりしてっていう感じになるみたいなんで、まあ、今回東京店に改装するっていう謎になっております。まあ、でもどの道ちょっと積載に乗らないんで誰かが出なくちゃいけないんですけれども、はい、でちょっとこれから東京店に向かうんですけど、その前に重要な任務があるんですよね。なんと
ETC カード忘れました。というわけで ETC カードを取りに行きます。おかしいな、新型のゴーストなのにみんな優しくしてくれない、おかしい。でもあんまり余計なことすると安全運転じゃなくなっちゃうんで。ただもうここまで行くとなんかもう車がすごすぎてなんかこうちょっと気持ちが今緊張はしてますけどなんかこうもう急いでもしょうがないなっていう、はい、そんな感じです。ゆとりがだってもう冷静に考えたらだってこんな走る不動産みたいな車をサラリーマンが乗ってるっていう、てか静か、仙台よりかも静かになってる気がする。むしろこの静かな空間で一人で喋ってるのがこっぱずかしいんですけれども、これすげえ静かになってんな、こう新しいやつ。エンジンの音は多少聞こえます、もちろんシュ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 と、もしかしたらマイクにも入ってるかもしれないですけど、外の音がもうワンランク静かになってる気がします。仙台のゴーストより。気のせいだったらすいません。そこの大きい通りの車の音が全く聞こえないですよね。今前から86が来ましたけど、いやいや全然聞こえない。マフラー入ってるな、しかもあれ。これすげえ。ちょっと走り出し、なかなかでもモータージャーナリストの人が車借りてとかっていうのは新型ゴーストと動画上がってると思うんですけど、もういわば度がつく素人ぐらい乗ってるのはないんじゃないかなっていう。広報車でも、お客様の車ではありますけれども、車両ではありますけれども、別に広報車とか案件じゃないんで、別にいいことだけ言うのが必要もないんで、はい、今回うわーですね、新型になって僕のあくまで勝手な印象ですよ、仙台よりかも船感がアップしてますね。もう本当に船乗ってるみたい、大きい船乗ってるみたい。すごいな。ちょっとこう運転した感、ドライバーズカー感は正直仙台少しこうあったかなって、まあ、あと結構言われるのはなんか7シリーズ、仙台の7シリーズベースなのかな、プラットフォームが、仙台ゴーストだと、だそれがちょっと一新されてるんで、まあ、ちょっとその辺もあるのかなって。良くも悪くもめちゃくちゃこう高級というか、もう本当にこうフラットになってますね。車が路面をもうほとんど感じない。うん、ものすごくなんかこう柔らかいけどこうふにゃふにゃしてるものじゃないけど、なんかこうすごくソフトなものがなんかこう車のいろんなとこ足回りだったりだとか、まあ、そのボディだったりシートだったりいろんなところに入ってて、もう極力なんかこう乗ってる人に伝わらないような。だからシートもめっちゃいいし、はい、ステアリングも本当にごくわずか伝わってくる振動というか、その操作感、もうステアリングもすげえしっとり。これちょっとだからこう運転する楽しさはよりなくなってるというか、本当に快適に移動する、もう本当に部屋が移動してるみたいな、そういう感じがします。もちろん仙台もすごくそういう感じだったんですけど、さらにそれがなんかそれよりになってる感じ。だからちょっとこの後高速乗ってみたいと思いますんで、もしかしたら高速で豹変するのかなと。ちなみに今日は12月25日クリスマスでございます。はい、
で、まあ、ようやくこちらの車が完成したっていうわけなんですけれども、一応来月、2022年1月15日に開催されるオートサロンの準備は、ちなみにまだ終わっておりません。今絶賛、まあ、動画も見てくださってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、アドベンチャー絶賛制作中でございます。とあとさらに、なんと 年明けから車両制作が始まる車もございます。はい、パーツはもう揃ってるんですけども、まあ、ちょっとタイミング的に、まあ、入庫してもちょっと触れないだろうということで、まあ、あとお客様の都合もあったりして、年明けから触る車種もあるみたいです。だもう年明けはもうそれにもうかかりっきりっていう感じになるんじゃないかなっていう。本当は結構その、まあ、メーカーさんだったりだとかショップさんだったりすると、なんかそのもうその年のオートサロン終わったらすぐなんかこう企画してとかっていうのがあると思うんですけど、大体こう輸入車の場合だと、まあ今もうなくなっちゃいましたけど、まあ、ジュネーブモーターショーとか、あとは海外の小型の、が大体11月とか12月開催、まあ、セマショーも10月ですし、エッセンなんかも、11月末12月なんで、まあ、大体その年の後半の方にいろんな新しいパーツとかが出てくるんですよ。まあ、あとは車のそのタイミングもありますけれども、まあ、そういったものが、年末に出てきやすい。そうなってくるとやっぱりそれに合わせたオートサロンというと、どうしてもやっぱりバタバタになっちゃうんですよね。126のあの辺の S クラスとかって C とかめちゃめちゃこうバネが入ってて、なんかこうちょっとこうなんていうんだろう、ホールドあんまり良くないし、こうシートですごく衝撃感じてる感じ、衝撃吸収してる感じと、プラスアルファなんかタイヤの厚みでこうすごくこう乗り心地を良い方向にちょっと作ってるんだろうなっていう感じを僕感じたんですけど、この車に関してはちょっとそういうアナログ的なその乗り心地の良さじゃなくて、なんかもうデジタルってものすごいなんか緻密になんか車が制御されてんなっていうのをすごく僕は勝手に感じました。だから例えばこのブレーキ踏んでノーズダイブとかもあるんですけど、本当だったらこの車重でこの乗り心地だったらもっとこうフロントが沈んだり離した時もっと戻ったりっていうのがあるはずなんですけど、本当に最小限この動きは多分ならないと思うんですよね。電子制御のダンパーじゃないと。まあ、あとはこのタイヤのこの扁平でこの乗り心地、これはねやっぱり車はやっぱり進化してますよね。すごい。いきます。ぐわっと、おわ力強い。そしてわずかにエンジン音はやっぱり聞こえますけれども、どこまで行っても音だけ回ってる感じとか、それに合わせてこうステアリングにこう振動が伝わってきたり、ボディに振動が伝わってきたりっていう感じないですね。本当にこれメカニカルノイズと、まあ、吸気音なのか分かんないですけど、わーってちょっとうなる音が少し聞こえるだけ。そしてもうこの巡航速度になればロードノイズ以外もほぼ何も聞こえないです。すごっ。こういう段差とかも分かります？わかんないですよね。はい、tiptoes, baby, you think a little too small. I got big goals, baby. Ain't where the money at. Look, I just need the info. Pronto, I go and get it and split it with my kinfolk daily. And I'm the type of that might change my number on ya. Yeah, that's how you react when people took a slumber on ya. Pretty brown skin, baby. I can see the summer on ya. You see all the bread, and I know it make you wonder, don't ya? Don't ya? Don't ya? Ooh, I ain't surprised at all. Seen 'em rise and fall. Went up the mountain, it wasn't hard to climb at all. At the top, I found some relief. I finally got some peace. Carry on, but please don't mess up the mood. 今無事に東京店に到着いたしました。いや途中高速道路で横並んでめちゃめちゃ見られたりしました。はい、やっぱりすごく目立ちますね。で途中でも言ったんですけど、これオートサロンで実車の方が展示されますんで、ご来場の際はぜひ見てみてください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。